どうも皆さんこんにちは、ミントです。さあ第3回キャサリンもねやっていきましょうか。まあ今回もねなんかいろいろ話しかけるらしいんで話していきましょうか。ついてこのことなら心配するな。本当？浮気男が呪い殺される。いやこれ怖いよな。例の開始事件のことらしいぜ。それって完全だってね。俺が死んじまったやつ。まあ俺たち落ちたこれ。死んじまう原因が女の呪いなんだとさ。いや怖え。エリカの好きそうな話だな。誰だエリカって。前に何度かここに来てた人っすよね。ああ。え？そうなの？俺たちの高校のクラスメートだったんだが。ああ。この前ここで偶然会ったんだ。あ、偶然だったんだ。どんな様子だった？挨拶だけだったけど普通だったよ。もっと様子を確かめればよかったかな。あ、知るは飛ばねえからな普通考えて。お前のせいじゃねえよ。確かに。ああ。まあな。なになに回り決まってみるか一回合わせてみよう。これリンを追ってたのって結局誰だったのかしら。本人は気にしてないみたいだけど注意はしとかないとね。そうだよな。という時はお前が守ってくれるんだろう。ほんとにあんたも守んのよ。まったく確かにそれはそれとして。ええ、ヴィンセントが浮気ってちょっとニュースよね。あ、やめろやめろ。これはキャサリンのこと大事にしてたんじゃないわけ。そうよ、そのはずだったんだけどまるで自分の話じゃないみたいでさ、まあ、ほぼ覚えてないもんな。あんたって話でしょうが。突っ込ませないでよ。もういい突っ込みだ。男が呪われるって噂もし本当だったらどうするわけ。もうやばいです。どうかけても本当じゃないからどうもしないの。本当大丈夫。キャサリンがあんたと付き合ったのってほっとけない、ほっとけないって思ったからじゃない。そうだよね。基本真面目なのに変なとこ抜けてるし母性本能をくすぐられるってやつ。そういうこと。キャサリンみたいな一人で何でもできるタイプって結構あんたみたいのに弱いのよね。相性抜群ってことだね。ほっちゃぞ。いろいろありがとうございます。どういたしまして。皆さんとも毎日会えますね。いいことじゃないか。しかもストレイシープこんな可愛い名前のお店でピアノまで弾けるなんて。練習しろ。気にすんなって。雇ったのはエリカじゃない店長だしな。確かに。さっき聞こえちゃったんですけど、おう、ヴィンセントさんって結婚するんですか。しません。どうなんだろうな。確かに付き合いは長いけど。そうなんですね。なになにちゃん結婚したいってこと。いいよ。なりん追ってきたやつに心当たりってないのか。いやこれだよね。聞いたの気がついたら追われていたので。おお。でももう来ないってことはきっと大丈夫ってことですよね。待てよ。そういうもんか。違うじゃんそれは。他の奴らもリンには協力的だし何かあったら遠慮なく言えよ。了解です。ありがとうございます。さーてなんかこうちょっとトイレに行くとなんかね面白いものが見えてなんか前見たんで見ていこうかな。ウォッシュフェイス。なになに。なんだまた目をそらすのかい。もうちゃったの。拷問形状で待っているよ。あんたにはどんな罰がお似合いかな。あれ。え？もう早速持ってかれちゃう。もしかして。あれ今回何もない。え？何何？もう一回やる？あ、もう何もないんだ。やれやれ。何だったんだ一体今のは。嘘なんだ。リンゼイに用かしら。リンゼイ。朝に用かしら。どっちだろうね。悪い。ジロシを見て。そうだよな。お座りなさいな。え、いや別に座る気はないんですけど。あれマジ？こんな話をご存知？どの橋？高い山を登ることができた男はすべての望みを叶えることができる。マジ？300年前に望みを叶えた男は大
金を手にしたというわ。マジ700年前に望みを叶えた男は世界を手に入れたというわ。高い山を登ることができた男は。これは何かキーワードになっているのか。にできるというわ。おとぎ話かなんか。かつて実際に起きた実話よ。何のお前が知ってんだ。この実話を元に作られたのがラプンツェルの。ラプンツェル。ディズニーじゃないの。とても高い塔を登ることができた王子はお姫様を手に入れたのよ。さあ、あなたは何を手に入れるのかしら。え？この世のすべて。伝説の男になれるのかしら。なりましょう。お、電話が入ってきた。ニューカ X ボタンで携帯電話を切る。中では映像の再視聴や。おお。おめでとうございます。次あなたに嬉しいお知らせ。おめでとう、コートメアタワーステージ在任監獄を見事にクリア。ステージの最高。へえ、そうなの。映像ってなんだ。あ、こういう映像見えるんだ。へえ。え、ということは、ということはだね。え、キャサリンのあれを見えるってこと、もしかして。おい、待てよ。ああ。これも画像があるのかな、なかったのか。よし。ミスター・モーガンは、あのピアノを気に入るのかしら。誰、ミスター・モーガンって。あのピアノは、ミスター・モーガンを祝福してくれるの。わからない。また見るか。なんだ。携帯チェックするか。キャサリンかな、これは。あ、じゃあキャサリンだ。今日もみんなで飲んでるの。アパート行ってもいないし、ちょっと話すことあったからあっさりする。そうだ、生ゴミへ。生ゴミ食べすぎよ。やめてって前にも言ったのに。今日は私が捨てておくけど、ちゃんと気をつけてよ。それだけおやすみなさい。ごめんな、家にいなくて。明日聞くよ、その話。飲んだ後は聞けないしな。おやすみ、キャサリン。オッケー。よし、帰るか。他なんか見るとこあるか。へえ、音楽別にいいな。これ何？え？ビデオゲーム機では実際に、そうなの？回数はルールは悪夢ステージと同じだが、こちらは時間ではなく決められた。なおステージの種類はこのゲーム時代。そうなんだ。そういう系なんだこれ。へえ、まあいいや、別にいいわ。今いいか。いろんな要素あるんだな、そう考えると。まあ、とりあえず今日は一回帰るか。じゃあな、あべよ。あれ？いろいろあって疲れちまった。リンのことよろしく頼むな。頼んだぞ。ここにいる間は大丈夫よ。いいね。にしても、昔のこと何も覚えてないなんて。なのに、ピアノを弾きたい。でしょ？何かあるんだろうな、そう考えると。何か思い出さないか。俺も様子は見とくよ。じゃあ、またな。おう。さーて、今回も悪夢にぶっこんでいくか。あれ？今回悪夢じゃないぞ。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。めちゃめちゃ色白いよな、主人公これ。いいピアノだったよ。さあ、また夢の世界へお帰りなさい。そして夢の世界に入るってことは、またあの悪夢に飛び立つということですね、こっから。さあ、来ました。時間がぐちゃぐちゃになって、夢にたどり着く。
さあ来ました、ナイトメア3日目拷問刑事、拷問刑事らしいですね。処刑さん、おや、今日は特別妙な気配を感じるね。え、特別妙な気配、変わろうとしている、またさあ来ましたね。いよいよ死の登山の本番が始まる。本番なの、これから乗ると仕掛けが発動。マジ、え、何これ、まただ、どこすごくないこれ、毎晩じゃねえか。よし、よし、え、嘘、え、何これ、今日何、よし、よし、あ、こうやって、でも困った時はアンドゥーすると良いかもしれません。オッケー、なるほどね。オッケー。こっちか。おお、ブレイブ。アンドゥー。オッケー。まあ、とりあえずこれを使って。オッケー。でこれをアンドゥー。こうやって。でここでクソつか。オッケー、いいね。あれ、なにこれ、これ、あれ、こっち来るにメリットなくない、あれ、ちょっと待って、あれ、こっち来るメリット、全くないじゃんこれ、なにこれ、やばくないこれ、死んでる場合じゃねえ、ここで、はい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 、登っていって OK、 はいはい、ここ登って OK、 はい、これ落として OK、 危ない、そうだよね、下ろしていって、あ、危ない危ない、オッケーオッケー。意外な感じですね。まあ、止まらなきゃいけんだな。オッケー、いいね。で、ここも。うわっ！アンドゥー。なるほどね。こいつでどうだ？これどうだ？これをこうして、はい。オッケー、ちょっと消しを使うと周囲にいる全ての邪魔者を消し去ることができる。マジ邪魔者に進路を塞がれた場所も進むことができる。聖書強、聖書強いけど結構やってることはグルいんだよな。やばい、これ良くないな多分。これもこれなんかあれだな。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。アンドゥー。いや違うか。アンドゥー。いやこれなんだ？これをこうして。待て待てよ。でこうするか。オッケー。はい。でこうか。で、これをこうして、これ、押すなってよ、よし、こうか、で、ここでこうやって、で、ここをこうして、で、ピラミッド作るか、くそ、こんなところで、で、どうだ、で、こうか、で、ここ上げて、こう、押して、ぶちなんか、オッケー、危なっ、
ッケーいいね。ここで効果だ。はい。あぶね。よし。あぶね。落ち着け。落ち着け俺。待てよ。でここでもう一回バイク押すか。どうだ。オッケーいいね。でここでこう出す。ねえ。オッケーいいね。あーしまった。くそ、こんなところで。待て待てよ、これ違う、これ違う、待て待て。いた。なるほどね。あえてこうか。いやそうか。くそ、どうする。あれ、これ出てこないぞ。あ、こうするか。よし。で、これを上がって、で、こっからさらにこうやって。来た。いた。お、金を取り始めたな。で、ここで、こうやって。間違えた、間違えた、間違えた、待って、こうじゃない、こうじゃない。こっか。で。待てよ。どうしても困ったときは決断すると良いかもしれません。オッケーオッケーいいね、悪くなくない。くそ、どうする。よし。くそ、こんなところで。どうする。よし、ゲット。いやこれ違うな。こうじゃない、こうじゃない。待って待って。くそ、どうする。まあ、これをで押して、オッケー。でこれも押すか。どうやっても登れないときはアンドゥで巻き戻すのも手ですよ。スカッチマエ。そうそうだ。オッケー。くそ、こんなところ。でこれでこうして。おお、めっちゃ戻るんだけど。ちょっと。よし。行くぜ。落ちる。オッケー。オッケー。ああ、待って待って。押して、オッケー。よし。で、ここで。いや、違うな。こうではないな。こうか、こっちか。はい。アンデュー。はい。はい。アンデュー。アンデュー。ここでこうなるんでしょ。いや、とはと違うな。こうじゃないんだな。どうだ。これで落ちてくるか、落ちてくれるか、もう一回か。どうだ。あ、これだ。あ、なるほどね。ここで落ちてくるんだ。オッケー。で、押して。オッケー、いい。オッケー、オッケー。来た来た。よし。よし。あぶねえ。クリアでいったか。なんだ。やべえ、落ちる。え、この音はもしかしてリンの音。崩れるのが遅くなった。え、今のうちだ。まさか。これが銀の力。ありがとう、リン。このような力
助けられたね。これは面白くな。いやー、心に響く音だと思ったんすよね、俺も。え、なにこれ、なにこれ。リン、どうしてここに。なんで、ヴィンセントさん。え、なんで。よくわからないんですけど、気づいたらここにいて。マジ。ピアノがあったから弾いてたんです。ヴィンセントさんこそパンツ一枚でどうしたんですか。え、ちょ、ミンだよ。て、俺が羊に見えてねえのか。羊？何のことですか？そういや、リンはリンのままだな。確かに。どうなってんだ？どういうことだ？そんなことより、ここ、すっげえやばい場所なんだ。早く逃げねえと、死んじまうぞ。死ぬ？そっか、だからみんな、こんなに怯えてたんだ。え、何？だったら？いや、だから、演奏してる場合じゃ。こんな場所でも、ピアノ弾いてると心が落ち着いたんです。マジ？その時の気持ちをみんなにも分けられたらって。あれ？天使じゃん、これもう完全に。え、神の加護が強くなる系、もしかして弾くたびに。この曲、そうや、さっきピアノが聞こえたら足場が崩れるのが急に遅くなったんだよな。もしかしてあれ、リンのピアノのおかげだったのか。え、聞いたんだけど。リン。え、どういうこと。やべえ、謎すぎる。なんでピアノがあるんだよ。なんで女の子がいたんだよ。いや、ほんとそれだ。羊ばっかじゃねえのかよ。もうわけわかんねえよ。教えてくれよ。なんなんだよこれ。あ、もうダメだ、これ壊れちゃった。ピアノのお姉ちゃん、どっかで、どっかで見た気がするんだが思い出せねえな。これさ、警察っぽいもんだ。あんたに。マジ？登り方？あ、ぜひと。スパイダーについて説明しよう。スパイダー？あー、はいはい、そういうことね。石が邪魔で、邪魔な石を挟んだ U の字のように移動すれば石を飛ばすことができるぞ。あれ、いいよな。よろしくない？俺の女が魔女だったのかね。マジ？魔女いた？この間なんか急に怒り出してな、飯にフォークをガサッだぜ。怖っ。でもあなた、そういう人が好きなのでは。女性を支配したい男性は女性に服従したい願望も強いそうです。あ、表裏一体ってことか。本当です。ありそう、それ確かに。技のこと、うん、石が。あ、もうこれあれなんだ、同じことか。オッケー、こいつはピアノ。いつまで聞こえてくれましたね。私たち技を研。え、あなたの登り方、俺を加ろうじゃ。ではまずブリッジについて説明。ブリッジ、何。あー、はい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 。あ、そういうこと。あ、線と線を、あ、俺あんまりこれ出てないわ、普通に。谷まで先に進めだ。谷間があっても石どうです。いいね。同じ石を空中ブリッジ向こう側へ渡してしまおう。え、あ、そういう。もう一つ別の石を引っ掛ければブリッジ。なんと、すげえな、そういうやり方があるのか。大丈夫か。ピアノを引いてた子が消えたぞ。おい、そこに突っ立ってる羊。俺のことか。いくらでもやる。僕をここから救い。俺だって何が何だか。羊の分際。ひどい。コンツェルの後継ぎだ。選ばれた。コンツェルの後継ぎ。うだうだ言ってないで立てよ。うるさいわ。こいつなんだ。道具が欲しければ。まだなく売ってるのかな。金は注意の石を白い。欲しいけどな。まあでも今はいいか。なんか使うの分かんないしね。怖い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 、この人も。あの、嘆いてるしかない。どうした、大丈夫か。本当？そうなの？先導者が崖から落ちれば羊。え、怖っ。そういうこと？恐ろしい。国会室で聞いたか。何よ。あんたがここに落ちて死ねばいいと現実世界で願った奴がいるんだけど。マジ？いいよ、お
勢な。大勢いんの？けどまあ、こんな呪いへでもねえよ。こんなとこ、あそこに比べたら。マジで？俺は地獄から逃げてきた。地獄か、これ以上地獄あるの？あんたもあの国会室。マジか。これなんだ、聞いてみよう。はい。ここ8つの階層でできてんだって。おお、そうそうそう。なかなか詳しいじゃないか君。よし、じゃあ一丁もう一丁いっか。お、来たぞ。いやー大変だったな。これまさか思わぬ訪問者まで迷い込んでくるとはね。いや、あれは想定外だったね。この聖堂ができて以来初めてのことじゃないか。そうなの？おい、凛のこと何か知ってんだろ。教えてくれよ。変化が生まれたとだけ答えておこうか。おう、あんたのせいで思いもよらないことがいろいろと起き始めてるみたい。まあいい、こっちはこっちで質問を続けさせても。第3問です。第3問。アブノーマルなプレイに興味が。あるかないか。じゃあちょっとだけ。選んだのはそっちか。ああ、もちろんこっちだ。ちなみにこの夢の中での記憶は現実へは持ち帰らせない。なんでなんだ。目が覚めたら忘れちまうってことか。現実世界でおかしな真似をされちゃゲームを続ける上でいろいろと面倒だからね。あ、そうなんだ。それがここのルールだ。なんか関係あるんだよね。リアルな情報となんか関係あるってことか。なるほどね、そういうことですな。これは要するに、じゃあまた行ったぞここで。またパズル、これもしかして。うわー、パズル続くねー。これは続きますな。石にはそれぞれの性質がある。お、無事に石の登山を終えるため 石を見分けて進めってことか。 OK。 くそ、うわー大変そう。またあのエグい罠がありやがる。Commencing area two. Are you ready? やばそう。なにこれもう。ビンセントさん。はい。上です。上？そこも足場が崩れるみ。マジかよ。ここから先のステージではリンが足場の落下が迫ってきた時にリンのピアノが聞こえてきたらチャンスだ。そうなの？足場の落下が遅くなっている。あ、そういうこと？ふっと。ラッと。ラッ。よし、ゲット。フッと。 OK。 よっと。よし、オーケー、こう登っていくか。うわぁ、アンドゥー。フッと。ここだよな。まずどうする、これ。まだって、これもう一回押すか。もう一回押して、オッケー。じゃあこれ登っていけるか。でここで、オッケー。はいはいはい。でここで、どうだ。アンドゥーで巻き戻せますよ。死なせません。生き残ってやる。あ、ピアノ弾いてる。だね、ここでこうなるとこうなるんだ。熱っ。アンドゥー、やばい、登れない。戻れない、後ろ戻れないって。出て戻るんだこれ。これあれか、こっち押せんのか。なるほど。で、ここで、もしかしてお困りですか。今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。どうしようこれ。だって、アンドゥー戻れるぞ。なんとかこれを取って戻れるか。はい、オッケー。じゃこれを打って、オッケー。で、X を、まあいいか、オッケー。よし、いいぞ。
これ押して、OK。あれ？いや、違うな、こうか。こうだ。どうしても困ったときは、アンドゥーすると良いかもしれません。よし。で、これで？OK。登っていって、いや、これどうすんだ、どうやって登るんだ。はい、これ登って違うか。どうしても困ったときはアンドゥすると良いかもしれません。 OK。 じゃこうやって何、落ち着け俺。OK、押して、OK。OK。待て待て、違うぞ、じゃあ。どうやって無理？待て待て、押すけ。うわぁ！こうやって、こうするか。どうだ、で、こうやって登れば、あー素早かった今。まあ、だってこうやって登って OK、 素早くダッシュしての、よしゲット、よしよいけ、アンドゥー、ちょ、いやそうだよな、ここを登らっていいかもんな。もしかしてお困りですか。落ち着け俺。よしゲット、お金を取れたとこでって感じだな。で、どうだ、お、ワンチャン、あ、こうじゃないか。もしかしてお困りですか。いや、これ変わらんだ。で巻き戻せますよ。アンドゥ、ここにつなげれないんだよな。どうする？アンドゥ。ここにつなげてんだよな、俺は今。落ち着け俺。アンドゥ。で、どうだ、ここで戻ってあえて登るか。どうだ、登って OK、 ここで登った後にどうするかだよな。アンドゥ、アンドゥ、いや、これ待って、これ、これはこう、あれ、落ち着け、落ち着け俺。裏側があるんだよな。痛い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 、そうよね、ここの裏側行っといてからの OK。 あ、ワンチャンここだが、どうする、いや、ダメか。いや、違うな、これ。まずはこれ、ここはあれだよな、合ってんだよな、ここまでは。ここまでは合ってるとしよう。OK。危ない危ない、 OK。 で、登っていって、待てよ、そうだね、ここはでもいいんだよな。まあ、いいとしよう。あれ、良くなかった、もしかして。あれ、もし良くない、あれ、もしかしてお困りですか。
今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。よし。オッケー。いや、これ多分降りてくるな。降りてきて、オッケー。うわー！オッケー。よし、ゲット！オッケーオッケー。で、これで登っていって、からの、この後だよな、実際問題。落ち着け俺ピアノの力を今のうちに。オッケー。ちょっとアンドゥー落ち着け。これ右がいかんというかのか。落ち着け俺。早く今のうちに。待て今のうちに。おお待ってくれ。マジか。マジ？何これ。眠れ子羊。死んでる場合じゃねえ。あやあオッケーオッケー。アンドゥー、まず上がっていって、待てよ。はい、オッケー。押して、オッケー。はい、走っていって、アンドゥー。オッケー。下ろしていって、オッケー。動かれ。動かれ。はい。あれ？おーい。アンドゥー。アンドゥー。もしかしてお困りですか？危ない危ない。今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。こうかと。落ち着け。あれ？落ち着け俺。まだ戦えます。今のうちに。おーい。これどうすんだ。あーこれか。待てここでこうやって降りて階段を作っておいてからの、アンドゥエッジ、あれ、オッケー。で下ろして。あ、危ない危ない。今ならアンドゥで巻き戻せますよ。どうだ。いや、これどうだ？もう一回。どうだ？よし。よし。よっ。ああ、これ、なるほどね。で、これをこっちに持ってくるのか。あれ、引けないか。くそ！ノー！アンドゥー。ド。ド。ド。いや、これ登ってもしゃあないよな。どうしても困ったときは。アンドゥーすると良いかもしれません。アンドゥー、アンドゥー、アンドゥー。いやこれ違うな。基本左側なんだな、これ登るの。左側登るのはほぼほぼ確定で。オッケーオッケー。でここやって、で、ここをこうやってこう持っていって、オッケー、いいね。で、ここを持っていきながら、オッケー。ほい。あ、いたいたいた、止まった、
はい、もう一回押していく。じゃこれも押す。で、こっちを一回出して、はい、押す。これも押す。で、これも押す。で、これも押す。引く、オッケー。よし、ゲット。で、これも押して。こんなところで。はい。戦慄の加護を。生き残ってやる。もしかしてお困りですか。今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。で、これも引いて。ああ、待って待って。ここだよな。ここ登りたいんだよな、なんとか。横がないんだよな。落ち着け、俺。はい、そうだよな。落ち着け、落ち着け、俺。こうか。オッケーいいよ。はい。でこうやって。はい、オッケー。嘘。あ、こんなところで。待ったぞ。道が。オッケー、オッケー。ここでこっち来て、こうか。オッケー、はい、オッケーいいね。あぶれあぶれあぶれ。オッケー。下を見てみろ。ここなんもないか、本当に。これを。オッケー。いや、オッケーか。違うな。これは違うだ、やっぱり。どうしても困ったときはアンドゥー、こいつでどうだ、かもしれません。押してみるか。で、聖書持っていっといて、で押してやって、はいはいはい。で、こうか。はい、開いた。アンドゥー、こいつ。アンドゥー、スカッシマエ。よし、これで終わりだ。よし、ゲット。これ押してこうか。で、これも押して、よし、そうか。で、これ押して、で、こうか。オッケー、いいね。で、階段作っていってからの、そうだよね。数字がいい。大きいね。で、これ登っていって、金だ、もうすぐってことだな。今のうちに。やめてよ、こうじゃないな。逆だな、これやるんだったら。こうか。こっちやっといてからの、反対がいいか。で、こっちおーい。なので、こうやってこっち行ってからの、よし、オッケー、はいはい。で、こっち行って、オッケー。階段か。階段をブリッジ作って、危なっ。オッケー、オッケー。え、向こう
なるほど。向こうか。OK。OK、OK。どうしても困ったときは、はい、アンドゥーすると良いかもしれない。よし。オッケー。なんだこれ。めっちゃむずいじゃねえかこのゲーム。セーフ。よし。よし。ああ、ようやくだこれ。なーにこれ。すごいじゃないか。ちょっと驚いたよ。いやー、ようやくたどり着いたか。いや、ちょっと長くなってしまったね。今回この辺で第3回キャサリン見ていただきありがとうございました。またよかったら見てね。またね。バイバイ。